は、カスタム、スプリングフィールドアーモリー MH911。この動画に登場する銃器類は実銃ではなく、日本で購入可能な合法的な玩具です。ここは全銀座の経済を牛耳る流通系総合商社帝国商事株式会社の太陽系支社。その技術開発部のラボにて。なんだこの小包み。こんなの何か注文したっけ？差出人は梅にゃん兵器交渉課。いやー久しぶり、ジョニーな技術技官です。梅にゃん兵器交渉から何か届いたぜ。梅にゃん兵器交渉といえば、以前にも巨乳部長に何か送ってきてたな。おいおい、うちのライバル会社の箱だぜ。シャレがきついぜ。まあ、おいらは技術屋だから営業の奴らと違ってこういうのは気にしないけどな。それにしても、結構重いが何が入っているんだ？これは。これって、以前においらがヤフオクに流したやつだ。はい、皆さんごきげんよう、ジョニーな技術技官だ。こいつが梅にゃんさんが支援物資として送ってくださったものなのだが、箱を開けてみてびっくりしたぜ。なんと、SRC 製メタルスライドガス風呂のコルトガバメント MH911 だ。以前に動画でご紹介してから、すぐにヤフオクで売り払ったものだ。梅にゃんさんが落札してくださったのはわかっていたのだが、なんだこれは。オイラが出品した SRC 製ガバと違う。オイラがレビューして、すぐに出品したのは無刻印の超シンプルガバだったのに。グリップパネルがウッドになっている。これ本当に SRC 製のガバなのか？間違いない。あの無刻印のミリガバが全然違うモデルになって帰ってきた。梅にゃんさん、これは一体どういうことなんだ？同封されていた手紙だ。ジョニーな技官様。先日お預かりいたしました SRC 製 MH911 のカスタムが終わりましたのでお送りいたします。ベースの MH911 はノーマルのコルトガバメントミリタリータイプでは物足りないのでスプリングフィールドアーモリー MH911 に仕上げました。モデルは第一次世界大戦時のスプリングフィールド国営造兵廠にて製造されたものです。当時は戦争で生産が間に合わないためにスプリングフィールドやレミントンなどいろんな交渉でガバメントを作っていました。詳しくはググってください。加工内容。フレームはポリマー樹脂なので刻印はレーザー刻印、スライドは金属波刻印の特注です。特にスライド左面の和紙のマークは苦労したようです。刻印代は15,000円でしたがデータがないので業者も手作業で赤字、しかも和紙のマークは追加写真を要求され私も拡大加工した写真を送ったりしてかなり苦労しました。塗装はインディーのダークパーカーにて処理しました。グリップは大陸より取り寄せたダイヤモンドパターン木製グリップです。写真のロゴがかすかにグリップにかかってしまいました。これは刻印業者にグリップを渡さなかったので位置が決まらなかったためです。またモデルにしたスプリングフィールド MH911 は初期タイプのフレームでロゴの部分の面積がもっと広いです。多少無理がありますがご容赦願います。スライドストップは軸を少しきつく入るようにしてあります。発射時にやや抜け気味になりスライドを削ることがあったためです。発射エンジンはノーマルのままにしてあります。以上、ネタになることを祈ります。このネタで5000人気登録オーバーといきましょう。ジョニーウィックシリーズが面白いけど撮影と加工がめっちゃ大変ですのでいろんなネタで頑張ってください。最後に刻印屋さん宣伝できたらよろしくお願いいたします。かなり気合い入れて彫ってくれました。マガジンのランヤードリングは自作です。真鍮線を曲げマガジンテープに 0.5 ミリほど穴を開け強力瞬間接着剤にて固定して塗装しました。ランヤードリングを押してマガジンの抜き差しをしても大丈夫ですが、強く叩いたり落とすともげます。マガジンテープには深く穴を開けられないので強度には限界がありますのでご注意願います。取れたら瞬間接着剤でつけてください。瞬間硬化スプレーを使うと良いでしょう。
マガジンのバルブは放出量を少し増やしてあります。本体はリアルオペレーションに変更しました。ハンマーダウンの時にガス注入済みマガジンを装填してもスライドを引かないと発射されないようになってます。この状態ではハンマーだけ起こしてから撃ちしてもカチンとなるだけです。ハンマーのみの空撃ちを楽しんでください。スライドを引いてチャンバーに装填操作すると発射します。なおブログにも書いていますが、際どいセッティングでかなり攻めてスプリングを変更しましたので暴発はないと思いますがご注意願います。また装填操作をしても発射されない時はノッカースプリングを一巻きカットしてください。作業が困難な時はウメニャン兵器工廠に送っていただければ対応します。なおハンマーは塗料を落として一度黒染めしてます。操作により剥げた場合はアルミブラック、スチールブルーなどで補修してください。アウターバレルはノーマルです。インナーバレルは PDI 製 6.01mm に交換してあります。命中精度は大して変化ないと思います。何回か完全分解を繰り返して調整していますので小傷がありますのでご了承願います。では、よろしくお願いしますにゃ。なんてこった。これがあのアマゾンでそこそこ安い SRC 製ガバだと？無刻印だったメタルスライドに刻印が施されている。樹脂フレームにも刻印が増えている。スプリングフィールドアーモリー。これ、本当にあの SRC のメタスラなのか？間違いなくスライドはメタルで、フレームは樹脂製だ。プロの業者さんに依頼するとこんなに綺麗に刻印を入れてくれるのか。刻印代が1万5000円。元々の SRC 製ガバの 1.5 倍の加工金だ。こんなところにもマークが彫られている。あ、ここの刻印って、フレームのここの刻印と同じマークなんだな。グリップパネルも本物の木。これ、カスタム台に一体いくらかかっているんだろう。これが和紙のマークの対象製薬。じゃなくてショッカーマーク。でもなかったね。右側にもしっかり刻印が施されているぜ。メタスラならではの音が素晴らしい。このランヤードリングはウメニャンさんの手作りらしい。はぁ、ため息が出ちゃうぜ。いくら支援物資とはいえ、こんなすごいものを。感謝してもし足りない。手紙の中で触れられていたリアルオペレーションだが、こちらはちょっと前の動画でご紹介したダブルベル製のデトニクスです。これって初めにスライドを引かなくても、ハンマーコックだけでトリガーを引くと、こんな風にブローバックするんですよ。実銃ならチャンバーに弾がないのに、空のチャンバーをファイアリングピンが叩いてブローバックしてるってことでしょ？これって何か違和感があったんですよ。ガバ系は東京マルイのフォリッジウォーリアを持っていますが、こんな風にならないんですよねー。ウメニャンさんが加工してくださった SRC 製はその点が修正されているんですよ。ほらね。先にスライドを引いておかないと、ハンマーだけではブローバックしないようになっています。それじゃあ初速測定してみましょう。71.4。今、右上の方に SRC ガバメントをご紹介した際の動画が映っています。加工前の SRC 製ガバメントの場合は室温29度で初速は60メートル台の後半だったんですよね。それがウメニャンさんのバルブ調整のおかげでフロンでも70メートル台の前半に上がっています。メタスラがフロンでも小気味よくビシッビシッとブローバックするのは嬉しいですねー。72.9。5発撃った平均初速は 72.9 メートルで、最大値と最小値を除いた修正平均は 73.4 メートルでした。それでは、次はグルーピングを見てみよう。やあ、特設シューティングレンジに来てるぜ。スプリングフィールドアーモリーの集団性をチェックしてみるぜ。距離は屋内5メートルだ。
室温は約33度、0.2 グラムプラスチック弾を使うぜ。弾は6発入っている。それじゃあ、行ってみよう。全く試射をしたことのない状態での初シューティングだ。すげえな。1、2、6はほぼ同じ場所に当たっている。4と5もほぼ同じ場所だ。ただ、中央の赤い丸を狙っているのに上に当たるな。それでも6発撃って3つしか穴が開いていないように見えるのはすごいぜ。このフロントサイトのせいで、ソテンより上に当たるのかな。まあ、ファーストテイクであのまとまり方はすごいな。以上、特設シューティングレンジからお送りしたぜ。梅にゃんさん、こんな素敵なものを本当にありがとうございます。あの SRC 製の無刻印ガバがこんなかっこよくなるなんて。しかも、ハンマーダウンの音とかもすっごくいい感じ。これは加工にします。ねえ、ダーリン、何してるの？やあ、トモコ。それ何？それ何？これか？スプリングフィールドアーモリーの MH911 だ。トモコも打ってみるか？いつものあのコーナーをやってこいよ。私に打たせてくれるの？オイラよりいいスコアは出せないだろうがな。それじゃあ、特設シューティングレンジへゴー。草薙智子のガス風呂バリバリ伝説の時間よ。今回は私がこのスプリングフィールドアーモリーを打っちゃいます。梅にゃんさんって人が、私のダーリンに送ってくださったのよ。それじゃあ、打っちゃいます。スプリングフィールドアーモリーと同じくらい、私のこともよく見てね。私の方がセンター付近にまとまったわ。ダーリンは6発撃って穴が3つしか開いていないって自慢していたけど、赤丸の中心が10点だから、スコア的には中心付近にまとまった私の方がすごいのよ。いかがでしたか？どうだったかな？私の方が上手だったでしょ。ガス風呂を打たせたら私の右に出る人はいないのよ。それにしてもこれはとってもかっこいいわね。だろ？こんな素敵なカスタムガス風呂を送ってくださって。梅にゃんさん、本当にありがとう。それじゃあ、またねー。